はい、皆さん、えー、こんにちは。本日は4月の10日ですね。4月の10日、え水曜日の午前中にこの動画を撮らさせてもらっております、えー。この動画はね、結構ね、早めにね、編集をして皆さんにお届けしようかなというふうに思っておりますけども、なんといってもね、本日は、えー、年宮愛子様が、えー、明治神宮をね、初めてご参拝というようなことで、 いやーこれに関してはね、皆さんも本当に、えー、待ちに待っていたっていうように思いますけどね、まあ私もね、本日ご参拝されるということで、いやーどういったようなね、今回はドレスにされるのかな、みたいなことをね、えー、以前から、昨日あたりから考えておりましたけども、いやあ、それとともにですね、あのー、昨日、天皇皇后両陛下がね、先立ってご参拝をされておりましたけども、どうも大雨だったんですよね。 で、えー、まあ、傘を差されてのね、ご参拝だったということなんですけれども、やはりね、本日、年のみ宮愛子さまということで、いやー、証券皇太后にお守りね、されてますね、ということで、えー、スキきっとですね、晴れた、えー、ような、えー、春の晴天の中でご参拝をされました。これもね、なんか違うなっていう感じがしますね、何が違うか、まあ、そういったような話、あとはですね、まあ、昨日あたり、またニュースが出ておりましたが、えー、しか今月の23日ですよね。 え会が春の園遊会が行われますといった中で、えー、今回はねまあ日赤のご,あのご就職のね、えー、実際のお仕事の関係ということもあるかもしれませんけども、えー、愛子さまのね園遊、えー、会の初めてのご出席があるかもしれないということでこれに関しても非常に楽しみですねやっぱりさあのー、日赤のねお仕事も大変重要なんでそれは分かります今までですね、えー、本日の えー、この明治神宮ご参拝まではずっとね、えー、何してですね、まあ入社、ご入社されてばっかしで、夜の8時ぐらいまでね、残業されているというようなことですけども、えー、まあね、えー、今回のこの園遊会はですねぜ、ぜひね、ご出席してほしいなというようなことは、まあ皆さんもそうでしょうけども、私も願っておりますと言ったようなことですね。まあそういった諸々の情報を皆さんに今回の動画に関してはお話をさせてもらいます。 はい、えー。でですね、まずはね、明治神宮のご参拝で、えー、この今ご覧になっていただいている写真に関しては、えー、昨日ですね、昨日の午前中に、えー、まずは天皇陛下が、昨日の日本時間で朝の9時ぐらいですかね、えー、まずはご参拝されましたということで、先ほど言いましたように、まあ、昨日はね、大雨だったですけども、まあ、あの、えー、モーニング姿のね、陛下が、えー、シルクハットをお持ちになってご参拝されましたということで、えー、まあ、これはね、 やはりね、私はね、えーまあ、陛下の、ね、お姿を拝見させてもらって、いつものごとくなんですけども、傘を差されているんですけども、その中でもね、もうね、背筋をね、ピシーッと伸ばされてですね、ご参拝されていたような陛下だったですよね。まあ非常にやっぱりね、リリシーというか えー、天皇陛下らしいような、えー、お姿だったなと今回もね、感じさせてもらいました。ちょっと雨だったことだけがね、残念だったですけどもね。はい、そしてね、えー、やはり今回私が大注目だったのは皇后・雅子さまということで、はい、えー、天皇陛下の後にですね、皇后・雅子さまがご参拝されておりましたけども、 今ね、ご覧になっていただいているように、オフ,オフホワイトの、ね、参拝姿の皇后雅子さまがねえ、戦争を片手に、えー、そして傘をさしながら、ゆっくりね、本殿に向かってえ拝礼されましたというようなことで、まあ、皇后雅子さまはですね、ご体調によればといったような報道が以前からされておりましたけども、やはりね、本当に雅、えー、子さまの最近、ご体調よろしいんでしょうね、ということで、 えー、昨日のご参拝ご苦労様でしたということでやはり国民としては、えー、皇后雅子様のお姿を拝見できてね嬉しく思った方も何人いたでしょうかといったようなことだと思いますねはい、えー、そしてですねはいここからが、えー、今回の話なんですけども次の次のページでねはい、えー、これがですね、えー、速報版ということで、えー、本日の日本時間朝の10時半ぐらいにまずは FNN プライムオンラインが出しておりました そこの部分だけちょっと読ままさせてもらいます速報ということで「えー、愛子さま明治神宮を初めてご参拝」「オフホワイトのロングドレス姿」「日赤の勤務をお休み皇族としてご活動されました」ということでねまあこういったような特別なご公務というかね皇族としての、えーまあ、お仕事がある場合には日赤をお休みになるというようなことでね以前から言われておりましたのでただ別にこれ日赤の勤務をお休みしてって別にこれいらないけどね <laughs> というような。 えー、気がいたしますけど、まあ、ちょっとあんまりね、文句を言うのはやめときましょう。今回はですね。えー、ということで、今ご覧になっていただいている、まず速報版が出ましたっていうことですね。はい。で、実際のね、えー、愛子さまのご参拝なんですけども、それがね、はい、このページということで。はい。えー、でですね、あのー、特にね、私、今回のね、愛子さまのご参拝に関しては、 えー、これをねやっぱり注目してほしいなということでやはり右側の写真ですよね、えー、先ほども言いましたように、えー、天皇皇后両陛下がご参拝された時には雨がザーザー降りだったというようなことでねこれに関してはまあ天候なんて仕方ないかなというふうに思いましたけども今回ね愛子さまの、えー、このご参拝に関してはね晴天だったですよね 先ほども言いましたけども、なんかね、証券交代号にやはりお守りね、守られているのではないか、みたいなことを私は勝手に考えました、っていうようなね、えー、ことなんですけども、まあそういった中で、えー、本日もね、まあ、先日の伊勢神宮のご参拝と,と同様にですね、まあロングドレス、参拝用のロングドレス、そしてですね、あ、伊勢神宮の時にあれグレーでしたね。 はいで今回は、えー、その白のねロングドレス、そして白い帽子と手袋を着用されて、えー、戦争を手に取って、ゆっくりとね境内に進まれて、玉口を、えー、まあね、えー、報じられましたっていったような、えー、ま今、あ、朝方からやはりですね速報版がバンバン流れておりますね。あの YouTube 上でもですね動画等すでに上がっておりますので、 あの、ぜひね、皆さん、えー、愛子様の凛々しいお姿ね、今回も非常に凛々しいお姿、そして、え晴天に恵まれておりましたので、ぜひね、えご覧になっていただければな、というふうに思います。はい、えー、そういったようなね、えー、まあ本日午前中から、いやーやはり、本日も愛子様だな、といったようなね、えー、お写真を、皆さんと共にね、えー、拝見させてもらいましたけども、はい、そしてね、えー、まあ今回ね、 やはりね、一緒の話として、ぜひ出し、まあお話ししたいのが、これですね。はい。でですね、これはね、昨日もやは,やはりね、プライムオンライン、FNN プライムオンラインの方でえ、昨日のね、朝早く速報版に出ておりましたけども、今年の園遊会、4月の23日ね、に行われますけども、はい。この時にですね、年宮愛子様が、 ご出席されるのではないか。まだね、本気まりではないようですけども、まあ出席されればね、当然、愛子様にとっては、初めてのご参加になるというようなことで、いや、これはね、その日籍のお仕事云々ということもありますけども、私はね、やはりね、ぜひね、ご出席していただければ嬉しいなというふうに思います。皆さんはどうでしょうね。<laughs> というような感じですよね。で、今回の23日の園遊会においては、 え、北大路駅員屋さんだとかね、えー、もしくは能楽師で陛下の同級生の、えー、神関遥勝さん、えー、1700人余りがね、招待されるということらしいですね。まあ、そういったようなことで、えー、この春の園遊会。いやー、初めてのね、愛子さまの園遊会。これね、またね、えー、もしご出席ということになれば、大きな話題になるでしょうね。 この、えー、ご出席に関してもね、またあの正式に決まりましたらね、速報版ということで皆さんには必ずお伝えしたいなというふうに思っております。はい、えー、そういったようなこととね、今回本当にね、えー、天皇ご一家の派遣に関していろんな話があるんで、次のページですね。はい、えー、これに関してもね、これはいつだこれはやっぱり昨日ですね、えー。昨日ニュースとして上がっておりました。これは共同ニュースですけども、 まあ、あの、天皇皇后両陛下がね、あの、能登震災の被災地ご訪問ということで、これはね、先日もされましたけども、あの、前からね、いろいろ話として出ておりましたけども、まあ、両陛下に関しては、ぜひですね、もう一回被災地の方に赴いて被災した、被災された方々とね、お話をされて勇気づけたいといったようなことで、以前からありましたけどね、やはりね、 訪問されるんで、すねで日にちとしては、まあ、本日10日ですけれども、あさって12日に被災地をね、再度ご訪問されますということで、いやー、これもね、やはりね、なんていうのかな、令和の皇室の典型的なところではないでしょうか。特にね、こういったような被災地訪問ということになると、皇后・雅子さまのね、 えー、その被災された方をおもんばかっての、まあ、ご表情だとかそういったような点に関しては以前から私もねお話をさせてもらっておりますけども今回ね先日のご訪問でもね本当に皇后雅子さまの表情がね、えー、やはりね国民に寄り添ってもらっているなといったようなご表情をされておりましたで、えー、そういった中でね再度のご訪問そしてね先日のご訪問もそうだったんですけども今回もやはりね え日帰りというようなことらしいですね。やはりこの点に関しても以前もお話しさせてもらいましたけども被災地の方々に関してね、えー、まあ思われているんだなというようなことをねつくづく感じました、えー、といってのこともありましたね。まああの本日ね、まあ、当然のことながらピンクのシャツを着させてもらいますけども、えー、やはりね最近ですね えー、この天皇皇后両陛下のお話そしてね年宮愛子さまの、あ、先日の伊勢神宮のご参拝そして、えー、今回のね、えー、この明治神宮の初めてのご参拝そして、えー、今月のね23日に行われる園遊会にはもしかしたらまあ出席してほしいんですけど初めてね園遊会にもご出席されるかもしれないといったようなことで本当に楽しみな話題がつきません。 えといったようなことで、まあ、今回の動画に関してはね、まあ、初めての明治神宮ご参拝ということで、皆さんにね、なるべく早くお伝えしたかったし、なるべく早く私も話をしたかったというようなことです。えー、本日もね、できればね、本日はちょっとね、えー、私自身の仕事も落ち着いておりますので、もう一本ぐらい動画撮りたいなというふうに思っております。あ、えー、げられたらね、えー、ちょっとね、経費廉価の話題なんですけどね、そこら辺も含めて、 えー、皆さんにお伝えしようかなと思っております。はい、香港今回もありがとうございました。バイバイ。